カモラジオ <laughs> こんにちは。学校行かないカモラジオ、レクしテカモラジオの井ノ口珠希です。よろしくお願いします。このラジオはインタビュアーが県内にあるフリースクールなどを訪ね、滋賀県の投稿に関する話題をざっくばらんに話すラジオです。第9回は引き続きゲストに日野里山フリースクールスタッフの玉崎吹さんをお迎えしております。 えー、今回が最終回となります。今回はえっとふきちゃん、そして日野里山フリースクールの今後のことをお聞きしていきます。ふきちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<laughs> はい、では早速。まあ今後のことをざっくり話していこうと思うんですけど、まあでもお互いまだ <laughs>。 そのまあ年齢的にも「今後こうしていきます」みたいなことをその強く言えないというか全然まだ目処が立たないというのがまあ正直なところではあると思うんですけど大雑把に今後こういうことしていきたいなみたいなことがあれば教えてください。はいそうですねあのー、まあ私自身としては、うん、あのー これまでもうほんまにあのこれまでの話で多分、うん、あの皆さん感じてくださっているかなと思うんですけど <laughs> あのフリースクールもやっぱり成り行きで立ち上がってるし、うんうん、なのでもうほんまに将来に対して自分が決めてることっていうのはないです。<laughs> <laughs> な<い>、はい、で今フリースクールは本当に自分にとってやりがいがあることで <laughs>、うん、自分もすごい日々学ぶことが多い、うん、成長させてもらってるなって思ってて、うん、だからこのフリースクールにずっと携わっていきたいっていう思いもあるけれども、うん、もっといろんなことを自分も経験してみたいっていう思いもすごく自分の中には うん、ありますうん、うん、例えば学校現場でももっと働いてみたいなとかうーんなんかもっといろんなシチュエーションで子供と関わることがやってみたいなとかありますね。そうですね。でやっぱり私が、うん、まずっと 多分子供の頃から、子供の頃から夢はとか聞かれても、<laughs> あの答えられない人やったんですけど、<ー>でもずっとあるのは、まあ自然に近い暮らしをしたいとか、まあ畑やりたいとか、うん、動物飼いたいとか、うんうん、そういうことは結構ずっと自分の中にあって、うん、それはまあ今もあまり変わらず自分の中にあるかなと思います。う,ん、うん。それこそなんか、 こうコミュニティ作りとか、うん、あの自分が一緒に暮らしていきたいなっていう人と近くで暮らしながら自然に根ざした暮らしをしたいなとか、うん、そういうのはありますね。うんうん、でもじゃあ何か何かしようと思っていることがあるかというと特にないけど、うん、まあこれまで通り流れに身を任せて。 行そうなの、ねはいでまあフリースクールに関しては、うん、なんか今はもう私が結構現場では運営は代表のえ,えっちゃんとかがやってくれてるんですけど、はい、現場に関しては基本私が毎日行ってや,、うん、あのやってるので、はい、私がメインで関わってやってるので、うん、なので私が抜けても大丈夫なようにうん、うん なんか仕組みとしてちゃんとやっていきたいなっていうのはありますね。うん、まあ持続可能に、うん、あのやっていくためにも。はい。携わりたいと思ってもやっぱりその田舎暮らしやったら特に難しいよね。スタッフとして働くんやったらやっぱり家と最低限の生活は保証できるくらいのお給料は必要やし。うんうんうん。<笑><笑> 大変そ,うそうですねフリースクールもあの今年の3月ぐらいから結構スタッフを募集してたんですけど、はい、ほんまは週3以上で関わってくれる人に来てほしかったんですけどやっぱりねお給料の問題から週1が限度ですっていう人が何人か来てくださったっていう感じですね。うんうん 前回、はい、でも思ったんですけどそのふきちゃんはなんか周りの人に影響されてとかあの,あの自分でこうしたいって決めたことはないって言ってたけどその真逆の印象っていうか自分があるってめっちゃ思う,うん、うん、意外でした。そうやね、まあ、自分は あるると思ってるけど <laughs> <laughs> でも決めて何かをするっていうことはあんまりないかな。とまあ今回4回にわたってふきちゃんにインタビューしてきたんですけどふき、はい、ちゃんが周りにまあ私みたいなどこの。 周りにいる大人たちとかに伝えたいこととか、うん、あとはまあもしこういうことやってみて、うん、こんなことならできるかもみたいな提案があれば聞きたいんですけどどうでしょうかうん、うん、はいまあ、まず初めに伝えたいことは、うん、不登校になってる子どもたち自身は、うん 何にも悪くないし、うん、何にも問題はないっていうことですね。うん、でそれはやっぱり学校がすごい好きな子もいるしやっぱり苦手やなって感じる子もいると思うんですね。うん、でそれはやっぱりどんな場所にも合う子合わない子がいるっていうのはもう当たり前のことやと思います。う,んうん、うるさい場所が苦手やとか人がたくさんいるところが苦手やとか。うん もうそれ大人が多様なように子供もすごく多様っていうのは当然のことかなっていうのがまず前提としてあってうん、うん、でそういう多様な子供たちに、うん、まあ教育を受ける権利であったり居場所であったりを提供するのは、うん、社会の側の責任やと思ってますだからまず現状多様な子供たちにあった多様な場を提供できない社会の方に、うん 不登校の子供たちがたくさんいるっていうことの問題点っていうのはあるんじゃないかなと思ってます。はい。だから、あの、私はもっと、あの、多様な教育の場やったり、居場所っていうのが社会の中に必要なんじゃないかなと思ってます。でそれは やっぱり自分自身が子どもの立場に立った時にもすごくなんか明らかかなと思うんですけど、うん、大人は職業選択の自由っていうのが、ま、憲法上保障されててでここの職場合わへんわとかこの働き方合わへんわってなったら、うん、仕事を選んだりすること仕事を変えたりすることっていうのが自由にできるわけじゃないですか。 学校も私立の学校とかはあるにはあるけど、うん、でもまあ一般的には、うん、あの子供たちにとって、うん、家から一番近い公立の小学校、中学校、高校しか、うん、まあ高校はある程度選べるけれども選択肢がないわけですよ。はい、で、まあどこの高校も大体カリキュラムは一緒で、うん、で、スタイルも一緒なわけですよ。うん、で、 なんで大人は行く場所を選べるし、働き方も選べるけど、なんで子供は何も選ぶことができず、うん、用意された場所、一通りの場所に行かないといけないんやっていうのは、これは多分私自身が子供の時から多分ある程度思ってたことやと思います。なので、あのー、もっと教育を幅広く選べるような社会に っっててほしいなと思ってます、うん、そういう意味でフリースクールでもまだまだこう社会の中で立場っていうのは確立されてはいないけれど、うん、うちのフリースクールに通っている子どもたちも出席認定っていうのを学校からもらっていて、うん、あのそれぞれの学校の校長先生が実際に足を運んでくださってここのフリースクールに来てるうん、うん、ここのフリースクールは子どもたちが通う場所として大丈夫やなっていう判断をしてくださった時に あのフリースクールに来てる日も学校で出欠の出席の扱いになるっていうことをしてもらっています。うんうん、なので一定あの学校からも認められた期間であるっていうことですね。で義務教育やから学校って休んだらあかんのちゃうかって、うん、多分多くの人が思ってると思うんですけどうん、うん、あの 教育機会確保法っていう法律が2017年に執行されてるんですけど、はいえっと、そこの法律の中であのしんどい時は学校を休むことも大切であるよとか、まあ、そういうフリースクールとかいろんな場所があることが大切ですよっていうことがしっかりと法律上も明記されています。うん、で不登校の子どもたちにとっても学校に戻すっていうことがあの どうしても大事なわけではなくてその子が一人の人間として社会的に自立していくっていうことを支えることが大切ですよっていうふうに書かれてあります、うん、なのでまずはもう子供が悪いわけじゃないっていうこととか、うん、学校どうしてもほんまにしんどい時に無理して行かなくてもいいっていうことはまず伝えたいなと思います、うんうんうん はい、ありがとうございます、うんうん、あとはやっぱりね私たちの周りにも、うん、あの結構学校に行かずに育ったりとか不登校やった期間があるっていう人でもう大人になってる人とかも結構いるんですけど、うん、でうちのフリースクールでもすでに卒業して巣立っていってくれてる子もいます。はい で、今、通ってきてくれてる子たちも含めて、うん、学校行ってないから何か劣ってるっていうことは全然ないなっていうふうに思ってます。全然、ね、もちろん、ね、個々によって、あの、違うとは思うんですけど、少なくとも私の出会ってきた人たちは、うん、例えば学校行ってないけど、大工さんになってたりとか、うんうん、料理人になってたりとか、うんうん、もう自分の進みたい道を、 もしかしたら学校行っ,てる行ってた私たちよりもすごく早い段階で見つけて、うん、あのそこに向かって進んでいってる人がたくさんいるなっていう風に思ってます。だからだから、うんえっと、不登校でも大丈夫やでっていうのも伝えたいかなと思います。本人を 責める、その不登校の本人を責める気持ちがなくても、やっぱりその、親含め、不安な気持ちにはなると思うよね。でも、そう、私らの知り合いには、本当に素敵な人たちがいっぱいいるから、全然大丈夫っていうのは、自分もめっちゃ思うな。まあ実際ね、自分の子供が不登校になったらそう、 そうも構えてられなくなくったりするもんなんかななかっていうのは思うんですけどでも「大丈夫や,丈夫やで」っていうのは伝えたいっていうのと、うん、やっぱり、ま、自己肯定感とかの土台に、うん、なんか自分に居場所があるっていうのがすごくあると思うんですね。うんうん、だから、うん、どんな 人にも、大人にも子供にも居場所があるっていうのはすごく大事なことだと思います。で、うちのフリースクールができる前は、うん、あの、日野町に不登校の子供の居場所っていうのがなかった。行く場所がなかった。うん、で、もし私たちがフリースクール立ち上げてなかったら、今来てくれてる子たちも、これまでもう家で過ごすしかなかった。それは、ね、本当に、その子が選択して、 そうしているならまだしも選択肢がないっていうことはすごくね、うん、問題なことだかなと思います、うん。今は結構気持ちの話をすごいしてもらったと思うんですけどはい、はい、なんか行動で何かこういうことしてほしいみたいなのがあったら何、うんうん、ができるかっていう。 うちのフリースクールは常にボランティアさんとか募集してます。<laughs> はい、あの運営面でもすごく厳しいので、うん、あの金銭的に寄付とかサポートしていただける方も常に募集をしています。うんうん、あとはお米とかお野菜とかの,あの余ったお野菜とかそういう寄付も常に、うん、あ,のありがたいなと思って、 います、うん、なのでそういう面でフリースクールを応援してくださるっていうのはすごくありがたいことだなと思っています。でやっぱりねなんか行政がまだまだこう十分に支援してくれないっていう中で行政に代わってまあず々ずしいことなんですけど地域の力で子どもの学びを支えてあげようって思ってくださる方が、まあ、結構いてくださってる。 し今後も増えててていいいっっくださればいいなっていうそのたまたま当事者になった人たちだけに、うん、まあ経済的にもいろんな意味で負担がいってしまう。でも本来は社会の問題であるのに当事者だけで解決しないといけないっていうのはすごく難しいことうん、うん、なのであのたくさん応援してほしいなっていうことは思っています。うん、そうや、ね、はい 1,000人から1,000円プロジェクトもね,ねそうですねはい1,000 <laughs> 人から1,000円プロジェクトっていう1,000、うん、人から1,000円集めたら100万円になるやんかっていう子どもの声から始まった寄付プロジェクトを2年ぐらい前にさせていただいててうん、うん、それもまあ改装への費用につながっているんですけど、うん、はいじゃあ もうう一つ質問したいと思うんですけど、はいまあ、ふきちゃんはそのフリースクールのスタッフとしてももちろんすごい素敵なことをしてるんやけどやっぱりふきちゃんっていう一人の人間としてその自分はすっごくふきちゃんに影響されたあこんな生き方あるんやっていうそれこそ自分はその高校でいう当たり前のように大学を進学し、うん、希望してたような側の一人やったからその。 するかかしないいを選ぶっていう当事者意識すらなかったような高校生やったんですけど、うん、まあそれこそ自分みたいな大学生とか高校生に向けてうきちゃんっていう立場から何かあったら教えてほしいなっていう。うん、まあ何かあんまり軽々しく言っていいのかわからへんけど。 なんかもっと自由に生きてもいいんじゃないかなっていうのはまず伝えたいいこととかなと思います。やっぱりなんか今社会もすごく大きく変わってきてる時やと思うし、うん、なんか仕事とかもなんか今までは就職っていうのが当たり前やったかもしれへんけど、うん、もっと自分で切り開いていくこともなんか必要になってくる時代なんかなとか。うん うん、大学とかも、うん、もちろん行ってなんか就職とかには有利になるのかもしれないけど、うん、なんか私とかは結構なんかこれまでに何回も大学の授業に呼ばれたりすることがあって <laughs> でなんか例えばそれはえっとキャリアデザインっていう授業とかに呼ばれたりして<ー>まあいろんな生き方があるっていうことの人 <laughs> 一例として、読んでいただいたりするんですけど、そういう時にえ、私大学も出てへんのに、大学で授業させてもらっていいんですかねみたいなこと聞いたら、うん、もうそんなん全然関係ないから、みたいな。<laughs> 大学の先生が <laughs>。そう。言ってくださるっていう。<laughs> なので、大学も行ってへん私が、大学で授業させてもらったりすることもあるし、う,ん,うん。ねえ、ほんまになんか、 こうしなあかんってうん、うん、あんまり思いすぎず、うん、生きてほしいなと思ってます。うん、で、やっぱり多様性っていうのはほんまに私は大事なことやと思ってて、うん、まあ多様性がある社会っていうのはまず社会としてもすごく強いことやと思うし、そういう意味でフリースクールの子どもたちも、もしかしたらフリースクールの子どもたちは学校で学んでる子どもたちに比べて、 知らないこともたくさんあるかもしれないけど、うんうん、逆に多分知ってることもたくさんあって、うん、で、じゃあ例えば災害があった時に、うん、この子ら火起こしてご飯炊けるとかってすごく<う>なんか強みやと思うんですね。だからなんかいろんな人がいるっていうことはすごくいいことやと思うし、うん、なんか周りと一緒に一緒じゃないとあかんとかそういうふうになんか、うん 思わなくても大丈夫やでっていうことを伝えたいかなと思います。うんうん、ありがとうございます。はい、そうやね。自分も就活の時期に入って余計に思うけど、その私の周りも増えたなって思うあの。就職、自分はまだ就職活動してないし、そのふきちゃんみたいに。 大学卒業したらまあとりあえずふらふら1年くらいしよっかなっていうのを今は考えてるんやけど <laughs>、うん、あのそんな甘えたこと言わんと就職しなさいみたいなこと言う、うん、大人は意外といいひん全くではないかもしれんへんけどうん、うん、そのなんか大学まあ友達でも「うん、いいやんそれ」って大学の友達でも言ってくれる子は。 いるしそういう意味でなんか変わったなっていうのは肌でめっちゃ感じるかなうん、うんうん、では4回にわたって、はい、キちゃんにインタビューをさせていただきましたはいお疲れ様でしたというか <laughs> <laughs> ありがとうございましたこちらこそあのいろんな人に知ってもらえる機会をいただきありがとうございましたありがとうございまし 皆さんも聞いていただきありがとうございました <laughs> ありがとうございましたでは終わりますはいはい <laughs> はい、いかがでしたでしょうかこれで玉崎吹さん編完結となります今回もまた一シリーズ終えることができてまずはホッとしています やっぱり友達となるとこう収録中の話し方も無意識にすごくフランクになってたなっていうことをはい思ってますまあこれはこれでいいのかなとかも思うんですけどはい、えー、来週からはですねゲストに滋賀県彦根市の NPO 法人フリースクールテダノファの山下義和さんをお迎えしておりますフリースクールという言葉だけ聞くと「 木の里山フリースクールと似ているようにも聞こえるんですけどまた違った切り口から山下さんの思いを語ってくださっているので是非聞いてみてください最後まで聞いていただきありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうさようなら